うん、ごめんね、通るね。ふむふむ。ああ、やっぱりね。ようやく真相が分かってきた気がするよ。ギャングと呼称されるこの変な人たちはみんな死体だね。死体天使？うん、乗られてる魔物の方が本体。魔物が上に乗せてる死骸を魔力で生きてるように見せかけてたんだね。なんでそんな？自分で考えようよ。答えを先生に聞くのはその後。で、まだ生徒じゃないあなたに言うのも筋違いかな。食虫植物って知ってる？要するにこの魔物はそういう種類の存在だったんだね。ギャングはこの町の支配者。そんな存在を上に乗せて操ることで魔物は町の住民を餌食にしてた。ギャングを恐れて逆らえない住民を呼び出して捕食したりしてたんだろうね。あと魔物が生きていくために必要な水分やら何やらを税金みたいに徴収してたのかな。というと、つまり、ギャングと呼ばれてる連中は単なる魔物の道具だったってこと。手足や尻尾、触手みたいなね。実在する人間じゃないから殺しても何の問題もないってことだよ。害虫みたいなものだからね。うん、人間から栄養なんかを搾取してたんだから寄生虫と呼んだ方がいいかな。ギャングの人たちは人間じゃない？でもなんでその魔物がこの町に？その謎の答えはこれから確かめるつもり。なるほどね。これで私の任務は完了かな。車掌くんには言ったよね。私は地上のベルフォレット政府に依頼されてこの地の調査に来たって。うん、以前リッピアの町で怪獣騒ぎがあったのは覚えてるよね。そうだったね。ちなみにあの騒動の後、パッシーちゃんを中心にした有志によって事態の原因が調査されたんだけど、その結果リッピアの町の地下にゲートのようなものが発見されたんだ。うん、そしてそんなゲートのようなものを通して地下世界から大量のゴミが流れ込んでたことが分かったんだよね。そんなゴミとそこに含まれる汚染物質や玄武によってリッピアの町を襲った怪獣や魔物は出現したみたい。もちろんリッピア大改造の際に地上の人たちが地下に埋め立てたゴミも問題だったんだけどね。それだけが原因じゃなかったってこと。多分地上と地下のゴミ溜めが共鳴し合ったせいで2つの土地をつなぐゲートが開いちゃった感じかな。その辺は詳しく調査しなきゃわかんないけど、そのゲートを閉じない限り再び怪獣騒ぎみたいなことが発生する可能性もある。無限に大量にゲートを通してゴミが流れ込んでくるからね。そんなわけでゲートを閉じるために地上の政府に依頼されて私がゲートのつながった先を調べに来たわけ。魔術で調べたら大体の位置は分かったしね。
メトロ・ベルフレットの灰の砂漠と呼ばれる一帯のどこかだって。うん、ちなみに先に調べておいたんだけど、この町はゴミの処理を引き受けることで多額のお金を稼いでるみたい。地下世界中からゴミを集めてその処理を請け負ってた。そうすることで町の住民たちが生きていける程度のお金を稼いでた。何の産業もなさそうなこの町が今日まで存続してたのはそんなゴミ処理ビジネスのおかげ。集めたゴミをどう処理してるのかなと思ったら、ゲートを通して地上にゴミを流してたんだね。許しがたい犯罪ってほどでもないけど、また怪獣騒ぎみたいなのが起きたら困るし、このゲートは塞がないとダメだろうね。私の任務は調査だけだから今すぐどうこうって話でもないけど、ゴミ処理ビジネスを急に中断させたら町の人々が飢え死にしちゃうしね。うん、ひとまずは調査結果を政府に報告して。お？どうしたの、ナポリタン？大丈夫、落ち着いて、ナポリタン。多分あなたが受け継いだあの子の魂は何かを訴えてるんだろうね。この場に満ちる膨大な魔力があなたの魂に影響を与えてるんだ。あの子、賢者様の教え子だったっていうナポリの遠いご先祖様？そっか、なるほどね。ごめんね、ちょっと記憶を読んだよ。魂に刻まれた記録を。そっか、私の一番優秀な弟子は、あの子は私と決別して立ち去った後、ゲートを通じて地下世界へ旅立ったんだ。私の手が届かない遠い場所でずっと夢見てた自由な生活を始めた。ゴミ処理ビジネスもそんなあの子が始めたみたい。ゲートを通じて深海とか火山の中とか人類社会と関係ないところにゴミを投棄してた。そうすることでお金を稼いでた。賢い人だったんですね。ナポリの先祖とは思えないですし、ゴミを処理することがお金になるなんてナポリには思いつきもしないですし。うん、そういう小賢しいことを思いつく子だったんだよね。そうして他人より自分が賢いって思い込んで、いつも鼻高々になってた嫌な性格の子だった。本当にあの子は賢い天才だったから調子に乗るのも仕方ないけど、自分が一番偉いって思っちゃって私の元からも去った。自分よりバカな愚かな人に教わることなんて何もないってね。でもそんな賢く愚かなあの子が予想もしてない大災害があったみたい。あの子が暮らし始めたこの町の近くで火山が大爆発した。それは周囲のすべてを消し飛ばす、何もかも破滅させるような大噴火で、今でもこの周辺の土地に積もってる灰はその時に降り積もった火山灰みたいだね。あの子はそんな理不尽な災禍を防ごうとした。必死に
学んできた全ての魔術を駆使してこの町を守り抜いた。すごい。その人が必死に頑張ったから周囲は全部灰に埋め尽くされたのに、この町だけ無事だったんですね。うん、町の住民も多くが生き残った。でも残念なことに、天才だったあの子とは違って普通の人々はとても愚かだった。そんな普通の人々はあの子を恐れた。世界を滅ぼすような大噴火から町を守り抜いたあの子、人知を超えた魔物みたいに思ったんだね。実際あの子がその気になれば町の人々を皆殺しにするのも簡単だったと思うよ。そんなあの子の強大さをみんなは本能的に恐れて、あの子を町を救った英雄として称える宴の席で、何も疑わずにいい気分になってたあの子を謀殺した。お酒に凶悪な毒を入れて、さすがに解毒しきれず弱ったあの子を集団で取り囲んでなぶり殺しにした。なんでそんな。魔女狩りだね。人間はわけのわからない理解できないものを恐れる。怖くて苦しくてたまらなくなったら、その原因を犯人を求める。それを取り除くことで安心したいって思っちゃう。最終的にこの地を襲った大噴火すらもあの子のせいにされて、全ての憎悪をぶつけられて、あの子は絶望の中で死んだ。そんなあの子の恨みが、悲しみや怒りが今もこの地を呪っている。ギャングの魔物やガシャドクロもそんなあの子の呪いが生み出したのかな。ナポリタンの魂の中にあの子の叫び声が反響してるよ。お前たちが私を魔物と呼ぶのなら、本当に魔物になってやる。苦しめ、永遠に苦しめ、苦しんで死ね。ねえ、あなたは。そんな風に永遠に誰かを呪い続けるために私の元から離れたんじゃなかったはずでしょ。ひどい話ね。はい、ひどいですよ。救いがなさすぎます。そのテルミニ先生のお弟子さんはみんなを守って助けたのに、感謝されなかったどころか濡れ衣を着せられて惨殺されるなんて。ええ、あってはならないことです。私、むしろその方に同情してしまいます。私たち魔女も自業自得ではございますが、堕落した巫女として迫害された歴史がありますので。うん、そういう感想を抱くあなたたちは正しく尊いね。でもどんな悲劇を味わったにせよ、それが人々を苦しめて
殺していい理由にはならない。それに全部随分大昔の話だしね。今この町で生きてる人々は当時あの子をなぶり殺しにした本人じゃない。先祖のやらかしたことが原因で現代の人たちがひどい目に遭わされるのは間違ってる。私はそう思うけど、みんなはどうかな？私にとっては過去の話じゃないけどね。私は生きてた頃のあの子のことを知ってる。最終的にはお別れしちゃったけど、家族みたいに愛してた。だから私にとっては人事じゃないから、私だけは誰が何と言おうとあの子を止めるよ。必ずあの子の呪いを拭い去ってみせる。それがせめてもの償い。あの子を幸せにしてあげられなかったダメな先生からの、あの子への最後の贈り物。私は先生に賛同するわ。私もお母さんがやらかしたとされることが原因で割と理不尽なひどい目にあったわ。そのせいで地下ではもう水泳を続けられなくなっちゃって、そのことについて全然納得いってないしムカついてる。過去の出来事のせいで今の私たちが迷惑を被るのは許せない。私は許せないというより認められない感じでございます。今でも私の故郷魔女の森には巫女という存在への恐怖と憎悪が残っていますが、特鉄隊で私が出会った巫女様はパディントン様はお優しく善良な方でした。私のことを案じ認めて頼りにしてくれて、ああそんな尊く愛おしい方をどうして憎めましょう。過去の軋轢や禍根など今を生きる私たちには何の関係もございません。私には他のみんなみたいにしっかりした自分の考えみたいなのはありませんけど、そんな自分がちょっと情けないんですけど、魔物を退治し悲劇を終わらせるのが私たち特鉄隊の仕事です。お給料をもらってるんだからちゃんと働きたいです。それも立派な戦う理由だと思うよ。みんな私とは違って死んでも転生するだけだから大丈夫ってわけじゃないし、死なないために生きていくために頑張って働かないとね。なんか急にかっこいいこと言ってる。単にセクハラしたいだけのドスケベ野郎のくせに。特鉄隊、みんな特鉄隊の人ってすごいですね。ナポリなんか怖くてわけわかんなくて立てられないぐらいなのに。私も最初はそうでしたよ。はい、今でも怖くて怖くてたまりません。でも私たちには信頼できる仲間がいるし、積み重ねてきた訓練や勉強の日々があるわ。はい、だから怖がる必要なんて一つもないんだって私たちはもう知ってるんです。ナポリも、ナポリもそんな風になりたいです。みんなみたいに強くて賢くてかっこいい人になりたいです。町にも入れてもらえず誰にも見てもらえず、生きてても生きてないみたいな、そんな寂しい毎日はもう嫌です。そういえばなんでナポリさんはそんなひどい扱いを受けてたんでしょうね。ナポリタンの先祖のあの子は悪者扱いされてなぶり殺しにされたんだよ。世代が変わった現代でも犯罪者の子は犯罪者みたいに思われて
差別されてるんだろうね。やっぱりひどい話だわ。ナポちゃんこんなにいい子なのに。はい、本気で全部解決したら私たちと一緒に行きませんか、ナポリさん。いじめられて苦しみながら我慢して生きる必要なんてないですよ。はい、ナポリもそんな未来があるのならすごく素敵だなって思うですし、みんなと一緒にどこか遠くで幸せに生きられたらって。うん、きっとそんな未来はあるはずだよ。うん、今度こそそんな未来を送ってあげたい。幸せに生きていきたいっていう素朴な願いを叶えてあげたい。自分に逆らった悪い子でも最後まで面倒を見るべきだった。見放さずに巣立っていったあの子のことをもう少しでも考えてあげるべきだった。当時の私は結局あの子はいつか魂を移すための転生先としか思ってなかったってことかもしれないけど、それでも私は確かにあの子の先生だったんだから、教え子の近況ぐらい確かめておくべきだった。そうすれば偉大な才能を持っていたあの子が不幸のどん底で死ぬような展開は避けられたかも。ごめんね、ごめんなさい、私は悪い先生だね。賢者様、今さら悔やんでも遅すぎるけど、過去の失敗を繰り返さないために私たちは勉強をして学びを得るんだ。ナポリタン、あなたはあの子から魔術の才能を受け継いでる。うん、誰からも何も教わってなかったのに列車を成功に再現したりできたってことは、もしかしたらあの子以上の才能の持ち主かも。ナポリ、そんな大したものじゃないですよ。もちろん才能だけじゃ戦いには勝てない。天才だったあの子も単なる一般人に殴り殺されたんだしね。でも正しく努力し研鑽を怠らなければあなたはきっと誰にも負けない。もしかしたら歴史に残るような偉大な魔術師になれるかも。セーラムちゃん、モンテカルロちゃん、ゾエラットちゃん、あなたたちも一人一人がかけがえのない才能の持ち主、かわいい私の生徒たち、あなたたちが築いていくだろう輝かしい未来を見るのが今からとっても楽しみだよ。何？これから死ぬの？テルミニ先生？ええ、変ですよ先生、急に遺言みたいなことを言い出して。はい、先生らしくありません。先生は常に私どもに笑顔で鬼畜の所業をされる人でなしでございましょう。ひどいな、昔のこととか思い出してちょっとしんみりしてただけなのに。まあいいか、先生がしっかりしてないと生徒も不安になっちゃうよね。ごめんごめん、確かに私らしくなかった。こんなんじゃあの子にも笑われちゃうな。今からナポリタンにはこの町に渦巻く呪いのすべてを消し去ってもらう。どういうことです？ナポリ、そんな難しそうなことはできないですよ。できないことをできるようにするために勉強するんだよ。もちろん最初から上手にできるのは天才だけだけど、私たちも補佐するから安心して。今地上でうごめいているガシャドクロやギャングの魔物は
あの子の呪いによって動いている。自分を惨殺した町の人々に報復したい、永遠に苦しめたいっていうあの子の怨念が全ての原因。その呪いを消し去る。具体的に言うと、違う命令で上書きして停止させる。そのためにはあの子の子孫であり、あの子とほぼ同じ魔力を持つあなたが必要なんだ、ナポリタン。あなたが強く祈ればきっと呪いは止まる。魔術とは元来世界を騙して法則をねじ曲げるための手法で、あなたとあの子はそっくりだから世界もきっと騙される。普通に戦っても無限に再生増殖するガシャドクロとかは滅ぼせない気がするしね。物は試しだし、成功したら儲け物だし、気軽にやってみよう。でも多分無理ですよ。成功するわけないですし、残り魔術の使い方も自己流だし、何もわかんないですから。大丈夫大丈夫、まずは体験寿命ってことで甘やかして、今回はテルミニ先生が補佐してあげるから。それに私たちも協力しますからね。うん、相手はテルミニ先生の教え子の中で一番優秀だった人の残した呪いらしいけど、私たちだってそれなりのものよ。はい、長い時間を経て呪いも摩耗しているでしょうし、私たち全員の力をナポリ様に託しますから。たとえ呪いがゲームと混じって凶悪さを増していても、きっと打ち勝てるはずです。私たち特鉄隊はゲームには負けません。そして死者はいつだって生者よりも儚く脆いものなのでございます。要するに、みんなで一緒に頑張ろうってこと。よくわからないですし、でもなぜかあんまりもう怖くないですし、みんなと一緒ならどんな奇跡でも起こせそう。何も言わずに急に出て行っちゃうんだもん。こんなお別れの言葉すらあなたにずっと言えないまま。うん、そうだね、車掌先生の言う通りだ。先生がしっかりしてないと生徒も不安になっちゃうしね。すべてを解決するまでは気を抜いちゃダメだよね。お家に帰るまでが修学旅行だ。